こんにちは、ライオン英語チャンネルです。今日は YouTube の5秒巻き戻し設定方法についてお話したいと思います。はい、この動画では、YouTube でリスニングの練習とかをしている英語学習者にはぜひぜひ覚えておいてほしい、5秒巻き戻しをするという設定方法についてお話しします。で、いつものことではあるんですけれども、この動画が初めての人もいると思うのでプロフィールをこのスライドに貼っています。初めての方はぜひぜひ概要欄もご覧ください。はい、じゃあ早速内容に入っていくんですけど、まず YouTube の巻き戻しについてです。 YouTube 見てる人は多いと思うんですね。で、日本語のチャンネルを見てるっていう人ももちろん多いと思うし、英語のリスニング力向上のために YouTube を見てる人も多いと思います。で、僕はどうかというと、これちょっといろんなところ行ってるんですけど、毎日、アメリカのニュースのポッドキャストとアメリカのトークショーは絶対に欠かさず見ているんですね。で、なのでかなり YouTube を見ています。で、その時に巻き戻しの仕方を結構知らない人がいて、この動画を撮ることにしました。まず、YouTube はダブルタップで一定時間巻き戻し、または早送りができます。で、設定で秒数を変えられます。ある程度のリスニング力がつくまでは聞き流ししてもいいかとは思うんですけど、なるべく聞き流しをしないで面倒でも巻き戻す癖をつけるといいと思います。で、ここのある程度のリスニング力がっていうところなんですけど、個人的には、経験上ニュースが9割ぐらい聞けるっていうリスニング力が、つくぐらいまではやっぱ聞き取れなかったとか、あ、今のなんて言ったんだろうとか、ちょっと不安、なんか前置詞が聞き取れなかったかもしれないみたいな感じで不安なとこがあったら、しっかり巻き戻して何回も聞いてみるとか、スクリプトとか字幕と照らし合わせるっていう感じで聞き流しをしないのが大事かなというふうに思っています。で、ちょっと聞き取れなかった時、もう一度聞きたい時に巻き戻しがベストなんですけど、何秒がいいかというと5秒巻き戻しが、YouTube だと3秒巻き戻しが2020年6月の今僕が話している現在だと3秒巻き戻しができないんですね。で、個人的には3秒巻き戻しができればベストだと思うんだけど、5秒が一番短い巻き戻し時間なので、それができるように設定すればいいかと思います。じゃあ、スマホの画面のスクリーンショットでどういう風に設定するかを見ていきましょう。まずこれはその YouTube の、ホーム画面みたいな、自分の、登録している、チャンネルとかが表示されてたりタイムラインみたいな感じですね。で、その右上に、自分のアカウントアイコンがあると思います。まずはそこをタップしてください。そうするとちょっと僕のは英語モードになっているので全部英語にはなってるんですけど、こういう風に出てきて、セッティングとか設定っていうところがあると思います。なので設定っていうのを選んでください。そしたらもう、ダブルタップで、何秒かみたいなのを選ぶところがあるので、そこを5秒に変更してください。これだけです。はい、はい、本当にこんだけで、終わりです。これで、で、これちょっと面倒くさそうに思えるかもしれないんだけど、慣れると本当に便利というか、絶対巻き戻した方がいいと思うので、ぜひぜひ、設定してみてください。で、ダブルタップも慣れると本当にもう無意識っていうか、ほぼポンポンって押せばすぐ巻き戻しができるようになります。っていうので、以上なんですけど、じゃあどんなトークショーを、どんな YouTube のチャンネルを聞くとリスニングに効果的なのかっていうのは、ノートっていう別のサイトに記事を書いているので、よかったら概要欄にリンクを貼ったので、そちらも見てみてください。はい、というわけで、今日もご視聴いただきありがとうございます。ライオン英語チャンネル、これからも更新していきますので、ぜひ登録をよろしくお願いします。高評価もぜひよろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございます。